皆さんこんばんは、ラムです。今日は3月26日発売のエキサイティングマックス5月号の、撮影に来てます。ゲストがいます、どうぞ。こんばんは待って、何聞いてないんだけど、こちらです。そんなキャラだったっけで今日はバブルサッカーって知ってる？知ってる知ってる。聞いたことある？ある。バブルサッカーってなんかね、あれあそこあれあるやばい丸いのあん中に入って、まあ、2人じゃサッカーできないから、うん、相撲バブル相撲をやりたいと思ってます。うわやばい、笑っちゃいそう、はい、じゃあまずそうですね、一回転んでもらって立ち上がる練習とかをします、はい、前に転んでもらって基本的に立つときは膝立ちです。膝立ちで。何それ重いんだけど。で、あとは今日やってもらうのは逆立ちとかをやってもらうんですよ。逆立ちとかじゃん。この状態で前にちょっとぐるっと回って。勢いよくやった方がいい。勢いよく。逆立ちよりも一回ぐるんって回っちゃった方が簡単なんで、はい、一回転で、あ、そうですね。おお。途中で止める。やばい、途中で止める。何してんのみんな。ダメだ。お、お、すごい。吐きよーい、残った、ラムさん、はい、今日はどうでしたか？司会なの？そうですね、はい、どうでしたか感想は？いや、なんか以前、まあ、ちらっとバブルサッカーを普通に学校の子たちとやったことあるんですけど、うん、こういう風にいろんなレクリエーションあるとは思わなかった。わあ、そうですね、はい、聞いてんの、ちゃんと聞いてる聞いてる